カモミール、はい、こちらもすごい多様性がある、し、まあ、味がね飲みやすいってこともありますので、割とこういろんなものに使うんですけど、私ね、はい、カモミールってこうね、消化促進、あとは工夫作用とかね、お腹にすごくいいんですけど、例えばお腹に嬉しいブレンド作ってみましょうかね。はい、消化にいいねブレンドで飲みやすいっていうと、レモングラスも消化に飲みやすいですね。はい、あとはそうね、まあ、ペパーミントも飲みやすいから、ペパーミント持ってってもいいし、うん、でも、もうなんていうのかな、ちょっとさっぱりしたいんだったらレモンこの3ついいかと思う、うん、そのレモングラス、これごめんなさい、スペアミントだ、スペアミント、カモミール、この3つですごくね、なんか落ちてますけど、はい、で消化にいいものができますね。はい、でもちょっとリラックスもしながら、はい、消化に嬉しいようなものね作りたいってなると、そうね、こんな感じかな、レモングラス、レモンバーベナ、カモミール、これでも美味しい、かなり美味しいブレンドが出来上がります。でいて、これをね安眠に変えたい、カモミールはリラックスにとてもいいので安眠に変えたいんであれば、これを差し替えればいいだけなんですよ。はい、リンデンがあります。リンデンの、ね、とも不眠とかに使うんですけど、リンデンですね、リンデンとカモミール、いいよね、うんうん、もうこれでもうリラックスバッチリで、安眠にも使えるし消化にも使っちゃえる、そんな、はい、ブレンドでいて、もしですよ、これをですね、はいはい、これをなんかちょっと風邪の引き始めなんかの発汗作用にね、ちょっとなんか微熱が出てきたからちょっと熱を上げて、ね、発汗させて熱を下げたいなという時なんかにですね、じゃじゃん、この2つとね、はい、レモングラス入れてもいいし、うんうん、そう、これですごくね、初期の風邪の時のブレンドが出来上がるし、あるいはそうね、全然話を変えて、もう一回ね、カモミールから、カモミールちゃんからいきますね、カモミールいきますよね。で、これと例えば、そうね、そうね、なんだろう、うん、ちょっと胃の炎症があるとか、そういった方でお困りの場合ですね、はい、カモミール、胃の炎症、マリーゴールド、そしてじゃじゃん、リコリス、はい、もうこれでね、胃の炎症用のね、リコリスはちょっと少量ですよ、たくさん入れないでね、うん、あと長期は使わないでねっていう感じなんですけどね、胃の炎症なんかにも使えるようなブレンドができるわけです。ということで、そう、カモミールからね、胃の炎症だったりとか、はいはいね、あとは安眠だったりとか、皮膚に使ったりとかね、例えばゴツコーラと混ぜればね、まあ、皮膚に使えるしとか、もうストレスに使ったりとか、いろいろできるわけなんですよ。でもね、これもやはりそれぞれのね、ハーブの効能を知るってね、まあ、どういうものがどういうふうな効果があるかっていうのを知っておくと、もういろんなものができます。今そんなに大してご紹介してないけど、それでもね、何個かできましたよね。はい、ということで、ハーブのブレンドを作るときには何をしたいか、うん、というお話でした。